どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 e スポーツリゾートのウェイクボードをこれからやっていこうかと思うんですけれども、視聴者の方から着水を連続で成功させた方が、点数が上がりやすいというような情報をいただきまして、今日はその大きなジャンプを決めるよりも連続して着水を成功させて、点数を上げたいと思います。いきます。引きこもりなんで一人で遊びます。決定。初球。いきます。無理はしないと、そういう、回ですね今日は。レッツゴー。ナイス。ああ、くそ。最大で100点らしいんですけど、近づいてる。おっ、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 なかなか1点は取れないな。おお、ちょっと待ったー、回転しすぎ、おい、来て取れたは本当だったんです。そらそら、おー、100点も1回取れた。はい、合計点は何点だったんでしょうね。よく見てなかった。おお、だいぶ上がった。倍じゃないですか、今までと。はあ、こんな風にして点を上げるんですね。いやー、教えていただいた方ありがとうございました。はい、今までの自己ベストが1049だったんですけれども、連続で着水成功させまして、倍に点数を倍にすることができました。よかったです。熟練度の方が一気に上がりました。200上がりましたね、今537となっております。はい、というわけでこれからもウェイクボード練習しまして、さらにいい点が取れるようにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回。